ケルシー、クイルシー・クローザー・オーグジリエールは、元は、バナナ輸送用の火客船を、第二次世界大戦前に、フランス海軍に接取されて、仮想巡洋艦に改装された艦である。ケルシーは、バナナ輸送用の火客船として、アーミング社が、デンマークのバーマイスターワイン造船所に1938年に、発注された。建造途中の1939年3月に、 フランス海軍により、仮想巡洋艦 X-21 として徴用され、同海軍の仮想巡洋艦、ケルシーとして1939年10月13日に収益した。艦番号は、第二次大戦中に輸送艦として X-1 に改められた。本艦は、元が可客船であるために武装を搭載する必要があった。本艦の手法には、 カネーモデル1 9 1ンチメートル速射砲を採用した。その性能は重量3 9 5ラムの砲弾を行角25度で1 6 1 0 0ルまで届かせることができた。方針の不行能力は行角25度、深く7度で旋回角度は左右160度の旋回角度を持っていた。装填形式は自由角度装填で、 発射速度は人力装填のため毎分後から6発であった。これを棒立てのついた単装砲がで7機が搭載された。対空兵装としてモデル1 9 2 7 7 5トル広角砲が採用された。この砲はロングセラーで続くシュフラン級と戦利巡洋艦にも搭載された。その性能は 重量5 9 3ラムの砲弾を行角40度で1 4 1 0 0ルまで、最大行角90度で、高度8 0 0 0ルまで届かせることができた。方針の不行能力は、行角90度、不角10度で、旋回角度は、左右150度の旋回角度を持っていたが、実際は遮蔽物に制限された。装填形式は自由角度装填で、発射速度は、 人力装填のため毎分8から15発であった。これを単装砲貨で2機を装備した。さらに、近接防空火器としてオチキス社製の、1933年型 37mm 機関砲を採用した。その性能は、重量 0.725kg の砲弾を、最大行角45度で 7175m まで、最大行角80度で、 最大車高を5000メートルまで届かせることができる。この砲を単装砲がで2機を装備した。砲賀の不行能力は、行角80度、深く10度である。旋回角度は360度旋回できたが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で補助に人力を必要とした。 発射速度は毎分32から42発である。さらに近接防空火器として同じくオチキス射性1929年型 13.2mm 基準を単装砲画で2機装備した。1943年にカンドックで撮影された完備から撮影されたケルシー。収益後の1939年から 本艦は1943年1月にダカールにて主砲の 13.8cm 速射砲2門が撤去されて武装輸送船 X-1 として現地の陣地で使用された1943年12月から1944年3月までシディ・アブドラで修理を受けたビゼルトにて機関のオーバーホールを受け この時に新たに2センチメートル基重が追加された。1944年4月にボーツマスにて新型の無線機を搭載した。同年8月に自由フランス海軍で初めてトゥーロン軍港に入港した。同年10月にトゥーロンにてアメリカ製のレーダーとアンテナを設置した。1947年1月21日にフランス海軍で除籍。 第二次大戦後の1947年1月にトランサアトランティック社に売却。貨物船に戻されてから価格船。ケルシーとして復帰した1948年から東インド用向けの航路に着いた。1955年12月に株式会社ボルシアに売却されて、船名をアーティックリーファーに改名された。1965年3月に パナマ運河で座礁1965年8月に起きた火災によってアラバマ州の造船所に栄行されて解体処分された。ありがとうございます。